はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、こちらずっとねちょっと食べたかった定食屋さんに来てるんですけれども、まあ、めっちゃ腹減ってるんですよ。というのも今時刻がですね10時半、今日のお店が11時半オープンでして、オープニングね撮ってる際にも街のお客様がいらっしゃいますとご迷惑になっちゃうので1時間前にお店来ております。で、本日訪れているお店がこの後ろに見えております、ことさんでございます。いや久しぶりですね。僕の動画ではですねもう数年前になっちゃっているのかな、昔ちょこちょことお邪魔させていただいておりまして、本当にねこの定食がものすごく美味しいんですよ。いやこんだけねちょっとご無沙汰になってしまったのが申し訳ないぐらい本当にずっと食べたかったんですけれども、やっと久々にねお店来ることができました。オープンまでですねまだ1時間ありますので、ゆっくりと車で待ちたいと思います。寒いね車でと言いましたが外で待ってます、寒いということでですね、ただいま営業が始まりまして店内に入っております。本日はですね週替わり定食を注文させていただきましたが、まずねこれ今回到着したの突き出しなんですけど、サービス品ということでもうこんだけねおかずいただいております。ここにご飯があったらもうすでに定食の分ですからね。ありがとうございますありがとうございます。すいません、ありがとうございます。すいません、どんなこと言ってください。ありがとうございます。ということでですね、早速本日注文させていただきましたメニュー完成しました。本日はですねこちら焼肉&チキンカツ定食の大盛りということで、ご飯すごいことになっておりますが、もう今お腹空いておりますので、こちら出来たて早速いただきます。どっから行くかな。すごいですね、品数がありすぎて悩む。ちょっとメインからいきますか。ちょっと小鉢いきますか。これも小鉢のおうどんですね。そろそろ焼肉いっちゃいましょう。
あ、もやし美味しいな。ちょっとね、新しい小鉢行きましょう。おいしい。続いてはこちらの小鉢ですね。今ですね、このご飯茶碗の上部分は食べ終わったんですけど、この下の部分でも相当ありますからね。
いたしました。ほうじ茶ですね。すいません、一回お貸していただきます。うま、すいません、ありがとうございます。うん、うん。